はこんな感じ、うんうん、これ色どうすんの、色色はまだ決めてないんだけども、うん、まあ大体こんな感じのフィギュアで、うん、下あと下下これ履かない、うん、あとこれ第1番、全員注目、国文科の高倉春樹君や。ここが演劇研究会なんや、我らの城や。ここから日本の演劇界をリードする演出家、俳優たちが生まれるんや。そしてここに出るのがその可能性を秘めた卵たちや。村山鉄、通称鉄、坂上純、通称純、相川光、通称光、君塚良平、通称良、丹野明、通称翔。我ら今年芸術家入った仲間やねんけども、あと上級生やら同期やら20名ぐらいのメンバーがいてる。まあ今回は我ら新入生が中心となって進めることになったんや。そういうことやからよろしく、よろしく、よろしく。せっかくですけど、私芝居のこと何もわからないんです。けど映画には興味を持ちだとか。でもまだ一本しか見たことがなくて、これから勉強していこうと思ってます。映画も演劇も似たようなもんですよ。観客の心に残る作品を小説のように文章といった抽象的なものではなく形にして見せるので、映画はそれを映像にして上映し、演劇は舞台で生身の俳優が演じるといっただけのことですから。俳優だって舞台で活躍している人がどんどん映画に出てるし、舞台の台本を書く劇作家が映画の脚本も書いてるんです。我が青春に悔いなしだって劇作家として数々の傑作を書いておられる久板英二郎先生が脚本を担当しておられるのですから。あの映画の脚本を書いてる人って芝居の台本も書いてるんですか？違います。劇作家がたまたま映画の脚本もお書きになったってことです。あ、まあ、まあまあそうだそうだ、うんうん、ありがとう。こんなにね、お水のこれが舞台です。この日、春樹は陽介に芸術家の演劇専攻の学生たちが公演する予定の舞台に女優が足りないからと泣きつかれて、初めて演劇研究会の部室に連れてこられ、陽介の仲間たちに引き合わされたのでした。演劇など全く縁のない暮らしだったので、何の知識も関心もなく、ただ陽介の顔を立てるためについてきただけで、協力するつもりなど毛頭なかったのでした。今すぐ返事をいただくつもりはありません。とにかく一度台本を読んでいただいて。これです。一つ上の先輩が今回の公演のために書いてくれたものです。へえ、これお借りしていいんですか？ええ、もちろんです。いいご返事をお待ちしてます。彼女は女優に向いてる。とにかく美人でスタイルがいい。国文科で本の虫にしとくのもったいないよ。おだてだかてあかん。まずは本人の気持ちやねんから。ほなまあコーヒーでも飲んでな。あ、私帰ります。失礼します。その日、春樹はおじ平吉からおばの他に女性がいて、その人との間に5人の子供がいることを初めて聞かされて、家へ帰るのがつらかったのでした。でも陽介の仲間たちと付き合う気持ちにもなれず、一人で映画を見に行っていました。春樹は一度見ただけの映画が自分を酔わせてくれることをもう知っていたのでした。何だよ、脈あるかな。いや、うん、あるんちゃう。やっと静かになりましたね。ああ、ひどい目に遭っちゃった子供世に置いてかれちゃもうたまったもんじゃないわよ。もうみんな寝かせるのにも大変。いや、前にしたわけじゃあるまいし、たまには死んじゃった子だって映画ぐらい見に行きたいでしょ。冗談じゃありませんよ。どういう風の吹き回しか知らないけど、夫婦で映画見に行っといでなんて、こもりする方の身にもなってくださいよ。材料が間に合わないおかげで久しぶり工場が休みになったんです。こういう機会めったにないから、子供たちだって普段おばあちゃんと遊んでもらえる暇ないでしょ。こういうことがあるとおばあちゃんに懐いたりするんですよたくさんですよ。懐かれたりしたらもううるさくて。何言ってるんですか。年取ったらあの子たちが慰めになるんですよ。
そのために親族夫婦を養子にして孫を産んでもらったんじゃないですか。そんな先の話、私はまだまだ孫の相手なんてしてらんないの。いつか寂しくなるんです。いや、もうすぐですよ。ほんでき孫がいてよかったと思うんですから、今から可愛がっておかないと。平さんどうしたのよ、あんた変なことばっかり。ねえ、こういうことでほら二人きりじゃなくて話せないでしょ。私はね、孫なんていいの、平さんがいてくれるんだもん。どうせ年上の私の方が先に死ぬんだからさ、寂しい思いなんてしなくて済むわ。どっちが先に行くか順番札ないんですよ。だから心臓は民子だって大事にしとかないと。心臓は民子なんて頼りにしてませんようだ。自分のお腹を痛めた子供だって頼りにならないっていうのに、赤の他人なんか頼りになるはずないでしょう。それぐらいちゃんと覚悟してます。そういうもんじゃないでしょう。ちゃんとすることしてやれば他人だって、いやむしろね、自分の子供の方が何したってね、親が何したって当たり前だと思うでしょ。他人はね、それだけ親が恩に着るんですから、それだけ優しくもしてくれるんです。だからあれですよ、民子だって自分たち名義の土地が欲しいってなったら、この際そうしてやってさ、まあ、この間買ったところ70坪ぐらいちょうどいいじゃないですか。バカなこと言わないでよ。私たちが死んじゃったらここは全部そっくりあの人たちのものになるのよ。そんなことする必要ないじゃないの。いや、あの子たちのものなんだったら今からそうしてやって、それでほら機嫌よくしてくれるんだったら、こんな安もないじゃん。なんで機嫌取んなきゃなんないのよ。だってさ、よく働いてくれてるんですよ、それくらいしてやったって。働くの当たり前じゃないの。働けばそれだけ自分たちの財産が増えるんだもん。いや、そういうものの考え方よくないな。そういう気持ちだ、うまくいくもん、うまくいきゃしないよ。もっとこうあったかい目で見てやんねえとさ。え、平さん何があったの。え、心臓と民子に負い目でもあんの。あるわけないでしょ。なんだっていっつもさ、大さんだねんだから。だったら機嫌取ることなんかないじゃないの。養子縁組してやってるだけで十分ですよ。それが嫌だって言うんだったらば、養子縁組解消してこのうち出てってもらったっていいんだから。だがもう、もう平さんがそんな風だから、もう民子に舐められて大きな顔されるのよ。昔はいい娘だと思ったんだけどさ、子供一人産むたんびに態度が大きくなっちゃって、春樹だってもう遠慮して小さくなっちゃって、もうかわいそうに。平さん、そんな話するためにあの夫婦外に出して私と二人きりになりたかったの。違うよ、バカバカしったらあるしな。さあ、それよりさ、平さん、春樹のことなんだけどね、前から話そうと思ってたのよ。せっかく隣の土地変えたんだから、あそこに春樹の住むとこ建ててやりたいのよ。もう小さな小屋でいいんだから。ここじゃ民子の顔色見なきゃなんないし、子供たちはうるさいしね、落ち着いて勉強できゃしないじゃないの、うん、せっかくうちだってそれぐらいしてやれる余裕ができたんだもの。やっと大学入れたんだ。立派な学者さんにして卒業させてやりたいじゃないね、うん、はい、ただいま帰りました。なんだわよ、春樹喜ぶわ。図書館で調べ物があって遅くなっちゃった、うん、あれ新蔵さんたちは。夫婦で映画見に行った。ああ、珍しいこともあるのね。おじちゃんがね、新蔵たち無理やり映画に行かしたんだよ。たまにはさ、おばちゃんと二人きりになりたいのかなと思ったら、とんでもない、もうくだらない話ばっかり。民子がさ、今度買った土地を心臓の名義にしてほしいって言ってるから、そうしてやろうだって。まあ呆れて物も言えやしないわよ。なんで心臓たちの機嫌取んなきゃなんないのかって勘ぐりたくもなるじゃない。いいじゃない、心臓さんも民子さんもよくしてくれてるんだもの、それぐらいしてあげたって。あんたが口出すことじゃないの。夕飯まだだろ。春樹にはね、小さいうち建ててあげることにしたからね。え小屋みたいなもんなんだよ。でもさ、別に暮らせば誰に気兼ねもいらないし、勉強だってしっかりできるじゃないの。いらないわよ、そんなことしなくていいんだからね。あんたのお父さんには私たち世話になってんの、それぐらいのことしてあげたってね。へんさん、うん、
ねえやめてお願いだからそんなことしないでよ。私ここで十分なんだから。遠慮なんかしなくていいんだよ。遠慮するわよ。新蔵さんや民子さんには土地の名義断っといて私には打ち立てるなんて。新蔵さんたちどういう気持ちになると思う？私恨まれるのは嫌だからね。誰に恨まれるっていうのよ。あんたに小屋の一つや二つ建ててあげたからって恨まれるようなことないじゃないの。おじちゃんに任しとけばいいんだよ。ねえ平さん、うん、あ、おつゆあったまった。よいしょ。歴史と文芸は深い関係にあるためにこれまで大和民族の成立から、国家の形成そしてその間に生まれ歌い継がれ語り継がれた交渉文学叔父の秘密がいつおばに知れるかと思うと春樹は恐れと不安で爆弾を抱えたようなうちにいるのが辛くなっていました。でも春樹には行くところもなくつまらないのを承知で講義にでも出るより他ありません。陽介から渡された台本を読む気力もなくそんな自分が虚しくて自己嫌悪に苛まれている春樹だったのでした。ちゃんと講義には出てるんだな。ご無沙汰してしまって。そうだよ、全然顔見せてくれないってお袋寂しがってたの。申し訳ありません。実はね、国文科の女子学生が芸術科の演劇研究会の講演に出ることになったって聞いた。うちの学部にも演劇グループがあってね、その連中が女優にマークしてた女子学生を芸術科に取られたって悔しがってた。まさかとは思ったけどよく聞いてみたらやっぱり君だった。どうしてそんなことを。ああいう連中の仲間になるなんて真面目な学生のすることじゃないんだよ。せっかく大学入ったのに芝居なんかにうつつ抜かしてたらろくに勉強なんかできやしないんだ。心配になったから一言忠告しておきたくてさ。まあ余計なことかもしれないけど僕は君の大学入学に力を貸した責任もある。言語学に失望したんだったらそれも仕方がないさ。でもせめて大学出るくらいちゃんと出とかなきゃこれからの人生謝ることにもなりかねない。そこのとこはちゃんと考えとかないと。自分一人で悩んでないでさ。今度の日曜日うち遊び行きなさい。いくらでも相談に乗るから。その夜、春樹は陽介たちのグループから渡された舞台の脚本を読んでいました。どん底の気持ちの中でたとえささやかでも夢の持てるものに出会いたいと春樹は焦っていたのでした。